おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリーグレートドラキー最強伝説やっていきたいと思います。続くんかな果たして続いているのかどうか不安でなりません。私はこのシリーズが鬼コンボより火力がないんですよ。でも火力ないイズモンバトっていうのはダメージレースするゲームでもあるんで、まあ不安ですよね。ただしこっちには回避率がある。つまり回避してしまえば相手の行動を一回無効にできるってわけですよ。うん。だから鬼コンボより実は博打性が高いんじゃないかって今ね思ってるんだよね。さあやってまいりました。前回は魔物使い大会ね、2回の挑戦を経て、無事に優勝することができましたが、今回は最強武闘家決定戦。攻略順序は前と一緒です。なんでかっていうと、これほったらかして他のもの勝つと、竜太が超絶強化されます。そう、攻略順的に、このルートじゃないと、攻略が困難と判断しているため、毎回この攻略法を取っています。はい。これはお許しいただきたい。ドラキーで勝つためには仕方ないんですよ。攻略順をね。チャートと言うべきでしょうか。チャートを組み立てるにはもうこれしかない。これほったらかしたら、ろくでもないことになる。もうね、勝てなくなっちゃう。99まで上げなくなっちゃう。よし、さあ、もうドラゴンクエスト、モンスターバトルのビクトリー、武闘家、武闘家な、武闘家か、思い出のある職業ではあるね。自分がね、まあ、モンマスほとんどやってたけど、主人公でやるっていうのはもうまあね、武闘家やってた。経験があるから。さあ楽しみだ。さあ、レース&ジェントルメン、バトルドファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ここに最強武闘家決定戦。いやー、武闘家はもう回避率が全てだよ。いや、まあよう避けるからね。だから冒頭に言った相手の攻撃を一回無効にするっていうのがどんだけ生きてくるかで、こっちはドラキー軍団なんだよね。ドラキー軍団は回避率は高いから、本当にもうそれにかけるしかない。25%。25%? 20?20 やったっけな?キーマちゃん12だったっけな?うん。その回避率に全てを託す。20% と 12% のガチャを引き続けるということになります。それは大きな字の命中率より低いような気がしないでもないんですけど。さあ、1回戦。確か目玉パーティーですね。大目玉とかサイコロンとか出てくるはずです。もう6周してるとね、相手のパーティーは記憶してます。使う SP も大体記憶してます。まあたまに忘れてるけど。まあ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 、ここはささっとやっちゃいましょう。ということで、武闘家になってしまうので必ず、まあ、パターン B の方を採用します。なので、主人公の装備は自由なんでね、ガッチガチに固めてきましたね。はい、すみません、161。参りましょう。スギアン登場。お供はドラキー、ドラキーマー一応この2体で武闘家相性を発動します。はい。タホドラキはちょっと置いてきました。一番勢力にはそのタホドラキが置いてかれました。さあ、かわいいね。ドラキーたちが羽ばたいております。まるで序盤に作ったようなチームみたいな。ちょっと待って、HP がさ、1831と2017か。2017か。まあ、基本的に子守歌なんていうかに期待する必要がないので、羽ばたきで詰めていきましょう。ドラキーマちゃんも。さあ、おたけびを上げて、スバーサ161、トッシー、それはダメさもう初めからね、もうかわされていくスタイルです。こっちは受けました。ドラキーマの回避率は 12% だったから、あ、もう。さあ、今度、頼むぜ、横立ち。さあ、スギアン行け!よいしょ!オッケー!アストロンより先に動いたのでかい。アストロンされて、全然意味ない方向に行くよりは全、よ、いい。いいよけ、いいよけ、いいよけ。まあ、サイクロンは怖くないね。電撃放射?やだね。ドラキーあたりが電撃でね、飛んでいくんで、全員受けましたね。やっぱり食らいました。そしてドラキーはやっぱり撃ち落とされたのかな。さあ、大きく羽ばたいた?羽ばたいたーって。なんか、火力が出てるような気がする。うん。火力が出てるな。ちょっと出てるな。270出てるな。十分かな。うん。ドラキーたちってどっちかといえば非力な方だから、まあそんだけ出れば十分かな。ゴー!お、今度当てた!せーの!はーい !OK! 258! よし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 。うまいことをパターン B の通り、グレートドラキーのリーサルに持ってければ、おっといい OK! 素晴らしい。これをデュータ戦でもやってほしいね。
うまいこと、グレッドダーキーの圏内に入れてくれ。オッケーオッケー、753。753なら、多分ね、もうグレッドダーキーの圏内に乗ってますね。グレートフルブリザードの威力は高いんで、ちょっと待って。331? ちょっと待ってよ。ドラキーがさ、打撃に弱いのかさ、サイコロの力が高いのかどっちだよ。多分サイコロの力が高いんだろうな。さあ、噛みつきここ当てて、塩梅を取りたいところ。はい、よし、オーケー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 。さあ、十字キーガチャ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 、十字キーガチャ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 。来ました。合体モンスター召喚で終わりです。さあ、私は今回タフドラキーの気持ち。さあ、両方合体、グレートラキー。すべてを凍らせるつもりだ、グレートフルブリザード。はい、せーの、おいしょ、強いね。300出てんなら十分だ。期待値は結構あるな。さあ、2回戦ですよ。とりあえず準決勝までは職業愛称を発動させる相手は一人もいないんで、あ、ごめんなさい、嘘つきました。ここ職業愛称あります。すいませんでした。あ、誠に申し訳ございません。2回戦の存在をね、忘れておりました。職業者あります。 HP 負けた状態ってことはね、ドラキーたちが回避しないといけないってわけですよ。お互い武闘回収を発動した時にね、やっぱドラキーたちって非力なんだなと思い知らされる一戦になりそうですね。羽ばたきいくかー、だって出るかな、羽ばたき。主人公が三河しのく来てんのまずくって、まあ、避けられそうな気がしないでもない。さあ、大きく羽ばたいた。羽ばたき攻撃、いけ！ダーン！きついな、やっぱり羽ばたき。風属性攻撃というのは悪くはないんだがな。まあ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 、仕方ない。ここは仕方ない。ここのダメージは仕方ない。お化けキノコの焼けつく息が厄介ですね。こうなると。全員ヒットも全然あり。いやーん！ちょっと待ちなよ。もう肝あったぞ、ここに。ちょっと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 怪しい怪しい。あのね、冒頭に言った1回の攻撃をミスにされるっていうのはすごく大きいんだよ、わかる？もう HP 倍倍以上の差つきそうになってるよ今。やばいよこれ。よし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 、ここはつばぜり合い、ここつばぜり合いだね。よし、ここつばぜり合いしよう。あえて主人公の火力を少しでも止めておきたい。焼けつく息の期待値がある。あっ！あんぬ！よし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 。実はね、私この方ですね、まあ、このつばぜりをするのが重さも2週間ぶりという、かなりのブランクがありました、今。重さも2週間ぶりなんで、親指を普通の、子守歌を歌ったー。おお、いったー。これ超音波で叩き起こさないといいけど。オーケー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 、噛みつきなら。いいとこ行った、それでかい。キーマちゃんいい今の。よし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 。ここで、こうして、全員当ててのグレートフルミザードで勝ち。全員当てないとダメだけど。まあ、ラッシュフェザーもやばいな、ドラキーが飛んでく。あ、いいね、キーマちゃんいい受け。あ、ドラキーが飛んでいく。でも眠ってる眠ってる眠ってる、でかい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 。このターンにやられることはない。だから、このターンにしっかり当ててくれればいける。あー、羽ばたき弱い。キーマちゃん活躍はしてる。いけ、十字剣。よしよしよし、当てろ、せーの。よっしゃ、オッケー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 。これを噛みつき当ててね、グレートダーキーに頼るか。はい、オッケー。おーっしゃ、いったかな、多分だけど。焼けつく息、まあ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 、これ全員止まるとかいう事故はないはず。1体だけ、1体だけ、1体だけ、行こう、行ってみよう。合体モンスター召喚。キーマちゃんうろうろ、キーマちゃんうろうろしてるけど、まあしっかりして、気をしっかり持て。さあ、みんなで合体、グレートフルブリザード、決めてくれ。これ決めないと負けだわ。てか、いけー、おら、よし、374出てる、素晴らしい火力。ここは相手が、まあ見りゃわかります、パルプンテしたいチームです、簡単に言えば。ただ獣人剣持ってるんでちょっと油断はできないですね。さあ、ブリザードマンと炎の戦士、真ん中がちょっと変えればもう剣ね、パルプンテだわ。ここに勝って、
決勝までを楽にしたい感はある。ここ勝てばねシード取れるんで勝ちたいね。ちょっと前回なんか夢見たんですよ。魔物使いでね、なんかね、準決勝で負けるとね、なんかね、嫌な夢見るんすよ。なんかね、ティラさんもう消え散らかす夢見るんで。だからね、ここ勝たないとね。ここ勝ってしまえば OK! すいません。素晴らしい。さらに大きく羽ばたいた羽ばたき、えい。いまいち。噛みつき攻撃。よいしょ、しっかり食べ大丈夫だよ。OKOKOK、いいよいいよ。いいよ、しっかり当ててる。あー、それやばいね。行動不能やばいね、それ。OKOKOK、かかってないな、大丈夫だ。まあ、この2体の火力はそこまでではない。こいつらが特筆して氷に弱いとかそういうこともないから、まあ、ダメージは普通に食らうけど。まあ、OKOKOK。キーマちゃんってね、意外と属性耐性が優秀で、弱点ないんですよ。ぶっちゃけ言うと。ドラキーマちゃんに属性弱点は存在しないっていうね、意外な硬さを見せてるんですよね。なんで、まあ、キーマちゃんに行く分にはいいんですけど、まあ、できれば避けてほしいですね。で、ドラキー原種は弱点割と割ります。で、ここマジックバリアです。気にしなくていいです。ここはマジックバリアなんで。多分この人ね、唯一持ってるカードなんだろうなと。可愛い目に見てあげましょう。ね。皆さん待ったでしょ。少年時代にさ。まあ今持ってるSPはこれしかないと思ってさ、意味がなくても使ってしまう。そんなことあったでしょ。僕もその一人です。OK、すいません。よし。通行連打で倒されない限り大丈夫。おっと、ガイスガード来た、ガード。来ましたね。これは勝ったべ。これ仕留めたべ。これ仕留めたべ。これ次のグレートフルザードでもう圏内入ってるんで、聖女の盾持ってるのちょっと怖かったけど。まあ、もういけるでしょう。よしよし。炎の戦士だけで400いくよ、多分。よっしゃ、もう心は準決勝を突破してるっていうイメージだね。OK。さあ、決勝だよ、問題は。さあ、大きく羽ばたいた?大きく羽ばたいた!はい、十字キー、カチャカチャカチャー。よし。来ました。私はタホドラキーの気持ち。3体合体、魔力を秘めたグレートドラキー。その力を今震え!グレートフルブリザード!はい!よいしょ!ドッホッホッホッ!450! ついで190。さあ、なんとね、よし、順調に準決勝まで突破しましたね。どっかで見たんですよ。なんかね、どこだったかな?思い出せないんですけど、魔物使いの時に準決勝で負けて戻す作業する時にとんでもない火力を見た覚えがあるんですけど、まあ気のせいでしょう。気のせいですよ。まあ一発で突破してしまえばね、そんな夢を見ることはないんでね。はい。お互いの持ち味。武闘家はね、回避率が持ち味ではありますから。さあ来ました。初見失教者をね、失踪させる原因である龍太です。来たよ。こいつやばいな。ガッチガチのガチなのよな。勝てっか?初回で勝ったらこれ神回だぞ。さあ、竜太決勝戦。武闘家レベル50なんかでやってきます。で、ドラゴンキッズを多分僕に渡したからでしょうね。代理として出てきたのが格闘パンサー。で、キースドラゴンがまあまずい。キースドラゴンがまあまずい。グレートブリザードまあ効かねえんだ。こいつには。そして HP が2500を超えてんだよな。HP 負けしてる。かつ、素のステータスでも多分負けてる。で、グレートフルブリザードの通りが悪いってのは割と致命的かもしれん。いやー、どうしたもんかな。コモリュータはワンチャンありかもしれんな。一回羽ばたき行こっかでも。で、こいつ2ターン目に自分からスバジレ仕掛けてくるんで、その時にグレートフルブリザード合わせます。主人公が動けない分合体モンスター召喚で、打点を取ってもらおうっていう考えなんで、2ターン目にはね、今までと違って2ターン目に仕掛けます。ちょっと暴れ回る。割とやばいんだけど。獣人剣格闘パーツを狙うしかないね。いけ!おたけびを上げて!トシー!それ主人公。格闘パンサーを狙えばワンチャンある。全然。噛みつき!えい!オッケー!まあ、しっかり当てれば大丈夫だよ。とりあえず当てないとダメだから。アイスカッシュ。まあ、キーマちゃんの属性耐性は大丈夫だから、そこはいいんだけど、うん、まあ、そこはいい。動けないとかが怖い。
さあ大きく羽ばたいた、羽ばたきー、あーだあダメさ。でここあのリュウタがつばぜり仕掛けてきます。次確定で、なのでグレートフルブリザードを合わせようと思うんですけど、問題は格闘パーさんをキスがもうそんな通りがいい相手じゃないんですよ氷の。なんでここで打点どんだけ出すか大事だな。とりあえずここのつばぜり勝つのもねちょっと条件だね。 OK いける、よしよし、ここに勝つのはとりあえず前提条件みたいなとこあるからな。さあ合体モンスター召喚で主人公がねこのターン動けない分をねもう補填してもらいましょう。レッツゴー、グレートロキー、いやどんだけ出る ?1884 から、いやこれの素の威力に期待がかかる、頼む、えい、効果抜群の素早さダウン、それは素早さダウンなんだよな。ウルトラスタンプと違ってね、あの混乱とかじゃないのよ、よりにもよって素早さダウンなのよ。そう、追加効果が素早さダウンというまあ微妙なもんでして、非常に微妙です。よけろ、よし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 、こうかな。このターンにリュウタやってきますよ。初見実況者を闇に葬り去る悪夢のスペシャルカード、ギガソード。やめて、慈悲は慈悲がない、いけ、あ、カトーパスいた、それいいんじゃない、いいんじゃない、あー、いい、いい、キーマちゃん早く動いて、子守唄でこのターン生存しないととりあえず、あキーマちゃん、キーマちゃん、キーマちゃん、ドルキーマ動け、ドルキーマ動け、ドルキーマ動いて子守唄止めるしかない、よし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 、子守唄、子守唄、子守唄歌ったな、行くぜ。避けろ、まだある、全然避けれる、避けれる、避けれる。やばい、おっと相手の攻撃、避けろ、おお、まだだ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 、まだ俺たちは負けてない、まだ俺たちは負けてない、まだ戦えるぜ、え、おっと相手の攻撃、え、ちょっと待って、耐えろ、頑張れ。奇跡っちゅうのは二度起こらねえんだよ、奇跡は二度起こらねえ、うん。